不特定多数の人たちは記憶をなくして今世へと来ている。その方がリアルでより味わいやすいから。少数だけど老若男女問わずその意識を引き継いで来ている人もいる。そういう人たちは考えることはできない。そこに焦点を置くと感じるセンサーを使えなくなってしまう。感じることを忘れてしまった人々に伝えるメッセンジャーみたいなもの。ここからまたごく少数派の人が自分の人生を歩めなくなる。それが最後の天性の人たち。